と準備セッティング中ですので、もうしばらくお待ちくださいね。準備が整い次第また紹介を始めさせていただきたいと思います。農大通り商店街の方でも今ねパレードをしていて賑わっておりますよね。やっぱり祭りはいいですね。縮小というかしてこなかったというような状態なので、もう4年ぶりにねどこも開催しているので、すごくワクワクドキドキのお祭りを感じさせていただける夏ですよね。はい、 OK が出ましたので紹介させていただきたいと思います。続きましては高円寺江戸公連、結成53年目の夏を迎えました。高円寺江戸っ子連でございます。徳島阿波連の姉妹連として阿波踊り三大流派の一つ、阿波町の清張阿波踊りの伝承にこだわり続けております。濃厚活発な男踊り、活動的な女踊り、阿波よしこの成長を奏でる鳴り物、4年ぶりの開催となりました。共同阿波踊りに参加できることに心より感謝申し上げます。そして共同阿波踊りはもとより、東京中の阿波踊りの灯火が再び灯り続けることを願っています。それではご覧